減量歴31年。変わりましたね。はい、なんかあんまり同じだと怒られそうなんで。はい、減量も33年間、まあ、1年お休みの年ありましたけど、もうちょっと休んでますか、はい、もうちょっと休んでますね。もう減量のプロと言っていい木澤選手ですが、減量中ってやっぱり油分は極力控えてっていうことで、うん、みんなね、はい、いろいろ苦労して油分控えるんですけど、はい、ゼロにしちゃいけないっていうのはまたこの厄介 で、ね、うん、じゃあどういった油分取ったらいいんですか。これがそうですね、一番簡単なのは、はい、明らかに油っていうものを取るといいです。で、うん、明らかに油じゃないものの油はゼロにすると分かりやすいですよね。分かりますか、はい、例えばタンパク質取るじゃないですか、はい、その中に油がどれだけ入ってるかっていうカウントしたりとか、はい、その中にどんな質の油が入ってるのかって考え出すと面倒、はい、くさいですよ。まあまあそうです、ね、なのでタンパク質はもう脂質完全ゼロカウント、はい、でタンパク質のみっていうイメージ、はいはい、で脂質はもう明らかにこれは油 100% 油っていうもので取ると一番簡単なんですよね。あ、だから僕が去年、やった減量がそれで、はい、まあ、ケント君にアドバイスもらってやったんですけど、はい、僕は納豆それから牛肉、はい、結構メインで、はい、で全卵を、はい、結構食材の中に入れて今まで減量してたんですよ、はい、あと、まあ、牛も赤身なんですけど、はい、まあまあ脂あるんですよ、はいはいはい、真っ赤でもね、はい、で胸肉とかに比べたら全然多いですよね、はい、でそこで脂質取って、卵で脂質取って、納豆からも脂質取ってっていうと、はい、結構脂質取ってるんですよね、はい、そうもういらないぐらいなんですよ、減量中 の、はい、カロリー的なところを考えると、はいはい、そうした場合にじゃあ何グラム取ってるのかっていうともう把握しにくいじゃないですか、はい、牛肉じゃあこれ何グラム入ってるの、はい、って分かんないですよね、はい、だったらもう鶏胸肉はほぼゼロカウントです、はい、あとさ、この間も言いましたツナ缶、はい、もうほぼゼロカウントになります。でそうするとツナ缶と、はい、胸肉からタンパク源を取る、はい、であと油じゃあもうゼロなんで今のところ、はい、何から取るかというと一番買ったのは MCT オイル、はいはい、で MCT オイルだともう 10g だったら 90カロリーですよね。お油 1g だったらカロリーも計算しやすいですね、はい、でそれでやってもらうと一番分かります。だ PFC バランスも完全に計算しやすいですよね。あーでカーボンもいろんなカーボンから取るんじゃなくて、はい、白米一択で、はい、取れば、はい、白米だからもう食材としては白米、はい、ツナ缶かの、鶏胸肉、はい、で、野菜はブロッコリーだけ、あー、はい、であとノンオイル、あ、ごめんなさい、 MCT オイルを油源、はい、脂質っていうふうにいけば、はい、もうあとめんどくさいこと考えなくていいです。あただこれが、はい、減量初心者の方にお勧めできないのは、はい、やっぱり飽きるんですよ。やっぱり胸肉しか食べれないとかってなると、はいはい、食材が3つしかないそれ、はい、まあ、ツナ缶食べる方は別ですけど、はい、白米、胸肉、ブロッコリーのみなんです、はいはい、でしょ、はい、でこれに耐えれるかっていうところですね。僕らはもう全然大丈夫なんですけどそれで、はいはい、だからそこですね。でやっぱりそれを耐えれないとなるとやっぱりまあ、目玉焼き食べたいとか、はい、納豆美味しいってなるじゃないですか、はい、納豆減量中ほんと美味しいじゃないですか、はいね、で目玉焼きとかも結構美味しいですよね、はいはいはい、で牛肉も、ね、やっぱり胸肉飽きた時なんか皆さん食べると思うんですけど、はい、でまあ、そうするとどんどん脂質が今度入ってくるんで、はい、じゃあ果たしてそれが必要な脂質量なのかっていうのも結構ごちゃごちゃしてくるんですよね、はいはい、そうすると、ややこしくなるんで、はい、簡単に減量を進めるには、はい、やっぱさっき言った白米、胸肉、ブロッコリーにオイルは MCT 入れるっていうのが一番シンプルで分かりやすいと思います。なんか精神的にきつそうですね。そうなんですよね。そこなんですよね。それ今のその例えば4品目でやっていくっていう時、はい、調味料ダメなんですか？あ、調味料いいですよ。調味料いいですよ。調味料いいですよ。塩コショウとか。ああ、まあ、僕はだからそこに、僕は甘味料気にしないんでパルスイートを入れたりして、はい、MCT オイルでドレッシング作るんですよね。ああ、はい、で、はい、胸肉にかけてやってましたね。それ美味しそうです。美味しかったですね、ドレッシングは、ね、はい、
もうそれぐらいですね。はい、まああのシンプルで、はい、まあなんか複雑になればなるほどなんか、ね、どこ排除していいかっていう。そうなんですよね。だからあの量だけでね、あの操作する場合もあればバランスを変えたりとかっていうのもあるでしょ、はいはい、そうするとこう、うん、やっぱできるだけシンプルにしてた方が分かりやすいですよね、はい、そこがね、あの究極を言ってしまえばそうですね。あ、はい、これ難しいのがあの木澤選手の減量の場合日曜日にオフっていうのが入るんですけど、はいはい、それ入れなかったら木澤選手でも厳しいですよね。4ヶ月それでいくっていう。ああ、そうですね。減量のこの初期の方が厳しいかもしれないです、ね。入りたて、いつも言いますけど、減量の入りたてって、はい、オフからのこう、はい、ギャップがすごいですよね。はいはいはい、なんで一番ここ辛いですよね。はい、で慣れてくると、はい、あの全然大丈夫なんですけど、はい、まずは体が減量になれるまではね。はい、あなんかあれ食べたいなってね、味がまだ舌がこう、はい、オフの舌の中でいきなり減量食食べるんで、はいはい、その物足りなさになれないんですよね、はいはい、まあ、体の変化もまだ起きてないですね。そう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 、そうですね。最後の2ヶ月ぐらいは1ヶ月2ヶ月っていうのはもう本当に体も絞れてきて、はい、あのすごい楽しい、はいはい、そういうふうになってしまえば逆にそういうの食べていた方がより減量進むわけですからね、うん、見た目に毎日こう変化が出てくるようになれば楽しくて。そうですね、あれですけど、はい、うん、本当そうですね。そこに到達するまではその4つの食材だけっていうのは、ね、うん、結構厳しそうです。きついかもしれないですね。なんかそれを打破するなんかいい方法なんかありますか。そんな精神的に辛いとこうするといいよ。まあだから日曜日、あだからドキドキ食べればいいんじゃないですか。ああそんな、うん、例えばね、1週間で、例えば1日3食、はい、まあ、食べて、はい、まあ、4食として1週間で28食食べるわけでしょ、はい、でその中の例えば2食だけ好きなもの食べたとこで、はい、じゃあ減量が停滞するかというと停滞しないじゃないですか。ああ落ちてきますよね、はいはい、だからそこをうまく取り入れてやればいいです、はい、まあ僕はそういう感じですね、はい、このやり方は、ね、はいはい、そこの2食が3食になったり4食になったりして、まあ、そこはちゃんとコントロールしないとそこが難しいところですね。そうですね。なんでまあ、オイル脂質に関しては減量中、はい、まあ、そうやってさっき言ったような感じでやってもらうと一番シンプルで分かりやすいですよってことですね、はい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 、なんか MCT オイルの他に、はい、なんかオメガ3とかオメガ6とかなんかそういうのを取る人いますけど、木澤選手は基本 MCT オイルのみ。 MCT オイルですね、はい、で MCT オイルはエネルギーにすごいなりやすいし、あと体脂肪にならないし、ほぼ、あと、テストステロンのレベルも上げれるんですよね、MCT オイルで、はいはい、なんで全然 MCT 一択でいい のかなっていうふうに思いますね。まあ、今年もあの MCT オイル一択で、はい、油をやろうかなと思います。ちなみに僕の去年の、減量最終段階で MCT オイルを1日 20g、 あそんなになんで 20g なんで180カロリーですね。あじゃあそのぐらいまで増やす場合もあると。なんでそのこまで減らす、そこまで減らす 20g が最後の、はい、一番落とした時、はい、20g の油、はい、え普段はいつくと、あでも多分減量入りたてだったら 30g ぐらい取ったりとか。あそんな取ったんですか。あだけど去年はその最後の2ヶ月、はい、3ヶ月ぐらいしかそのやり方でやってないんで、はいはい、今年はだから最初からそれでいくなら 30g ぐらいは。ああそれは 10g1 回ってことですか。1回 10g ですね、はいはい、はい、でいけるかなと思いますね。わかりました。あそうだ、はい、そう MCT オイルって高いんですよ。
おー、なんで、あの、あれですね、ほんとサプリ並みに高いかな、あれ多分油なのに3桁、4桁しますもんね、これぐらいの瓶で。あ、じゃあもうサプリですね。ね、はい、で1日例えば20、30とか取ってたら、はい、1週間でなくなるでしょ。はいはい、そうすると油だけなんか月に5、6千円いっちゃったりすると思うんで、ね、結構だから、まあ、サプリメントだっていう認識で取れば、まあ そ, うね、まあ、そのぐらいしても致し方ないところですよね。うんうん、とにかく結構高価なものなんで、ね、はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。All right.